はい、皆さんこんにちは、サイバーコネクト2代表の松山です。続いてのご質問です。ドットアック、やスラズラースの時から技術がかなり、進歩してきました。今の技術で、ドットハック、やスラズラースのゲームプレイや、映像制作っていうのは、もっと、完璧に、制作することができると思いますかって。まあ、それはそうですよね。ドットハックは2002年 PS2 の時代、アスラズラースは2012年、この間も10年ありますね。まあ、PS3 や Xbox 360の、時代なので、そんだけやっぱり世の中のテクノロジーも進化してますし、まあ、我々サイバーコネクト2も、まあ、経験値も、増えてきてますので、まあ、リマスターとかリメイクとかっていうことかもしれませんが、一回作ったものをもう一回やっぱこう新たな形で作り直すと、よりうまく作れるに決まってますからね。で、現代のやっぱこうテクノロジーに合わせて、いろいろとこう多分便利になってたりとか、豪華になってたりっていうことはもちろんやっぱ期待されると思いますし、我々も多分そうすべきだってやっぱ考えるので、まあ、間違いなく今やるともっとすごいものは、作れると思います。